おはようございます。3月23日朝6時4分の相場解説になります。昨日は窓を開けました。そしてこの窓が埋まるんではないかなという解説をしたところからスタートだったんですけども、であれからですねすぐに窓が埋まりまして、その後の展開について今日はお話ししたいと思います。それでは画面を切り替えますんで、こちらの方からどうぞ。はい、デイリーの方ですよね。デイリーの方はずっとお話している通りにぐーっと下がって転換点を迎えて、そして垂直トレンドってものに出会いました。で、ここがですね、ソーサートップみたいな頭が緩やかなカーブを描くような形になっているところですよね。キャップをした状態と言いました。で、移動平均線はまだね、急上昇しているところですから、基本的には上に向かってもいいんじゃないかなっていうところがデイリーです。4時間はどうなっているかと言いますと、あれ ?4 時間はね、今印刷になっちゃいましたね。トラブルがあったんですけども、印刷しなくていいよ。間違えましたね、コマンドね。4時間についてなんですけども、ちょっとこう広げて、まあ、レンジ横ばいに入ったところをまずは出していきます。ここですね。横ばいに入ったよというところでございます。で、こう入ってきて横ばいに入ったんですけども、窓を開けたのがこちらですね。すぐに次の1時間、まあ4時間ですけども、ロウソク足でまだ埋まってるでしょ。この辺を1時間でお話したいと思いますね。はい、1時間では2つの見方をしました。まずはこういう風な下底があって上底があって、この間でまあレンジができているんだよっていうことをお話しましたね。この間でうろうろしてますもんね、ずっと。で、下に行ってもまた引き戻されてってところで、昨日は窓を開けたこちらに行っても引き戻されてすぐに内側に入りましたね。あっという間に入りましたよね。で、ここはまあ予測済みだったんで、利確をされた方もいるんではないかなと思います。これほど大きな動きでしたからね。本当に1時間のうちにこの1本の陽線が大きな利益を導いたということになります。その後ね、もう一つの見方の方が出てきたんですよ。要するに下の方にロウソク足が動いていて、上の方に出てきてないですよね。こっちの方にね、レンジの中には出てこないですよね。これを昨日お話しましたよね。どういうことかっていうと、こういう風な動きも見えるよってことをお話ししたと思います。こういう風な動きね、下の方に向かう動き、まあちょっとハの字みたいに広がってますけど、それがまさに実現したんで、この2つを組み合わせた形が昨日はできたってことです。では将来的にどうなのかってことをこれからお話ししますね。このレンジを破って上の方に行くことはまあないと思いますね。まあ、ですので、これからはいろんなことを申し上げましたけども、移動平均線のこの流れに沿っていくんではないかなってことですよね。移動平均線見えます？下の方に右肩下がりの方に行ってるでしょ。ここからもそうですけども、だからこれ移動平均線のダブルトップを取ったわけですよ。まあ、ですので展開としてはこの辺りで作っていくんではないかなと思います。で、こちらですね、ここからここの間のレンジに変わりつつあるんではないかなと思いますので、それが本当にそうなりうるかを今日は占っていこうかと思います。というところが今日の動きですね。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、108円の845からもうちょっと下の方、108円の550、この辺りのレンジで収まるんではないかなというふうに見えますので、それを確認する今日は1日にしたいと思います。それがわからないとね、これからのこの方向感覚ってなんか分かりにくいんですよね。デイリーで見ると右肩上がりの方に行きそうなんですけども、こうやって小さな時間軸で見るとね、どうも下の方に行っているんではないかなと思います。このせめぎ合いですよね。大きな時間軸が上に、小さな時間軸が下にみたいな、どちらがどちらを巻き込んでいくのかっていうところで今均衡している状態だと思います。それでは今日も一日チャートを見ていきましょう。